二度と会いたくないと思ってた人、私の初恋だった。気づかない、僕はこの人と結婚りをした。最初から分かってた、ここには手を差し伸べてくれる人なんて。この手で明日を切り開くため、胸に見えないナイフをしまってる。こんなことで夫婦や恋人に、愛のない世界でうつむいた日は、椿は今月は夏ぐらい、私は本当に魔法じゃないからな。今月は誰からも愛される店にする、椿はみんなに愛され幸せな毎日を送ってたんだと。本当は椿はずっと心を殺して生きてきたの。椿は何も変わってない、私が好きだった。以前は厳しい表情しか見せなかった椿さんが、いろんな表情を見せるようになったので、奈緒さんのおかげですよ。少しでもそばにいたい、一分一秒も長く、きっとこれも罪になる。10月作今日は一人じゃないよ。今へ一人じゃない、星のない夜空。私たちが必死に守ろうとしてきたのは結局何だったんだろう。いくら憎もうとしても、僕はこの人のことが好きだった。